ハロー YouTube 秋元大二郎です。はい、フェラーリの股間の体の動きだけでハンドルぐらいのところに顔を持ってきます。次にフロントタイヤを上げます。上げるときのポイントはちょっとだけ肘を曲げます。伸ばしすぎてもダメです。曲げすぎてもダメです。とりあえず普通にやってみます。はい、こんな感じです。足をつく場所はだいたい リアタイヤの後ろぐらいです。なるほど、横じゃダメなんだね。後ろに足つけばいいんだね。うん、ちょっと横に大きすぎた、いっぱい。じゃあついでにそこからバックはどうやるの？とりあえずちょっとだけ前に顔を持ってきて後ろに後ろ回転をする感じです。そうじゃない、スタンディングしてからその場で後ろ回転できるか。そうまずそれができることが前提だ。まずこれができんとバックはできません。うん、とりあえず同じ体勢、ずっと同じ体勢だっていくやるのがポイントです。はい、あ、そうじゃない、失敗した。いい、そんだけ下がれりゃいい。うまい。オッケあ、そうか、リアが浮いとんか。難しいかもな。まず、背中を通して。お、できた。できた。ちょっともうちょっとできました。ちょっと詳しく解説して。できたな。とりあえず壁にフロントタイヤを当てます。次にフロントタイヤを上げます。次にリアタイヤをちょっとこいでから上げます。それだけでできます。あ、最初にペダルをちょっと上げとくのがポイントです。前に置いてある足をちょっとだけ上げます。そういう感じです。おお、
まい、うまいじゃん。お父さんです。じゃあちょっと大人の初心者向けハウティング動画を撮りたいと思います。まあただちょっと聞き合ってね、話を聞きよって、はい、ここで聞きよったよ、もう立ってから説明するぞ。大人はね、もうもう一遍説明するけど、大人も一緒、スタンディング、必ずこれスタンディングがちゃんとできることだって。お父さんがやりおる段差は僕がやっとったり、だったように少し大きめです。そうだね。ちょっとスタンディングについてちょっと喋るといいか、トラ。トライアルっていう競技はもうスタンディングに始まってスタンディングに終わるのがトライアル。まず止まれることが前提だけ。止まれないとちょっと話にならないとか。スタンディングができたらいい、休むことができる大会。そうそう。だけどトライアルっていうのはスピード競技じゃなくてもう止まる競技です。 BMX とかマウンテンバイクはもう動く競技だ。だけどトライアルは止まる競技。トライアルはとにかく止まる競技だ。とにかく足をつかずに行くっていう感じの競技です。競技だし、こういう段差に登った先でも必ずピタッと止まるでしょ。ピタッと止まって止まって止まる。でスタートゴールも登った先でも飛び移った先でも全てがもう止まる、進む、止まるの繰り返しなんで、進む、止まる、必ず上級上手くなって中級者になったとしても止まる練習は必ずしてください。ドラも今から上手くなってもなかなかみんなね、こうスタンディングをバカバカしくって練習されないんですけど、基礎ですから、基礎っていうか基本ですから。スタンディングができないとできない技もある。でね、基本ができないとそれを使って応用に使えないんで、必ず基礎基本をしっかり身につけておいて、でそれを組み合わせる。でこれただのスタンディングで聞こえっこでしょう。だけどスタンディングっても寄りかかってハンドル切ったスタンディングじゃなくて、必ずハンドルまっすぐ、この状態でスタンディングができるようですね。カメラが撮る。でそのトラが聞こしょったやつの応用編で、まあちょっと前差しっぽいことをやってます。必ずスタンディング、フロントアップするときでもこうハンドル切ってからウィーリーする人なんかおらんの。うん、ハンドル切ったらマンタイヤを上げるときにこうやってウィーリーしたらいけるよ。うん、こうやってやってたらめっちゃむずい。じゃあ必ずまっすぐ、それより普通にまっすぐで上げた方がやりやすい。基本的には上半身は動かさない。このこここれこの姿勢が基本です。上半身を動かさずにこの状態で、トラがさっきしょったやつはこう引っ込む、うん、それを、まあ、それ基本になる動きなんで、その基本になる動きをとちょっとアレンジ加えたやつが前差しになるんですけど、ちょっと喉が湧いちゃったけん、ちょっと、まっすぐ引きます、まっすぐ前に入ってきますっていう感じで、ここからジャックライフで上げる方もあるのか。これも結局いい、こう機構って、それは2回漕いだじゃん。うん、もうその2回漕ぐのはね、パワー合体させる。おお、基本と基本を合体させたやつが今の動き。おお、2回漕がにはいけんところを一発でいく、膠着な方じゃ。2回を1回にまとめるってことね。そうそうそう。まあ基本ができると、基本と基本を組み合わせていろんな場所へバージョンアップさせるっていうか、いろんな動きへつなげていきます。基本ができたらいろんな動きにつなげていけるってことだけ。
基本ができたらいろいろできるようになるってこと？そうそう、まだトラはまだ基本が、もっと基本能力を高めていくことが上達の早道です。でスタンディングもこうある程度練習したらもうできるじゃん、うん、だけどさらに条件加えてると厳しいスタンディングにしてる、うん、ここから前フロントタイヤを10センチだけ上げる、うん、これでちょっと僕もやってみる。これでスタンディングできたらもうまあ上級者の仲間で、ここでちゃんと止まれるように、でこの止まった状態から引いて、どうした？こんな感じ。とりあえず最初にスタンディングをして、フロントをして、できるだけこぐ。そうそう。ああ、そう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 。一瞬しかできてなかったけど。まあ一瞬でも止まれたらいいよ。いい。そうだ。もうちょっとカメラが。いい。コツは、これのコツはね、ほんまちょっとだけない。一番楽な、ここが一番楽だけど、ここ、まあまあ、まあ、じゃあ、この練習、これもスタンディングだとな、ちょっと高いから、ここでスタンディングできる。ちょっとやってみる、一回。ちょっと高いな、そうだし。あ、できる。あ、これもスタンディングの一種。あ、そう、できる。一応できる。で、それとはまたね、この当て方はちょっと違うのやり方が。ずっとペダルは踏んどかんといけない。ずっと押し当てて。ずっとペダルをに体重をつけるのがポイント。このスタンディングができるようになったら、ウィリー走行とかも安定してできるようになって。まあいろいろチャレンジしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では、せーの、登録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 、登